こんにちは、ペカちゃんです。パワプロやっていきたいと思います。よろしくお願いします。以前、能力オール G の運動神経悪い芸人で1年間戦ってみたという企画を行いました。その結果、驚異のシーズン全敗という凄まじい成績を叩き出しました。いやー、まああれはすごかったっすよね。で、まあ、その企画から約1ヶ月、僕にはね、ずっとある思いがありました。このまま全敗で終わるのもどうなのか。せめてあの芸人たちに一生くらいはさせてあげたい。ということで、あることを思いつきました。パワプロではペナントの設定で調子をいじることができます。ということで、これを使って運動神経悪い芸人をせめて一生くらいさせてあげたいというのをね、やっていこうかなと思っております。よろしくお願いします。それでは行きましょう。おさらいですが、運動神経悪い芸人チームは選手全員が能力オール G、 オール赤徳の最低能力、この最弱チームを使って今回の検証を行っていきます。今回はオーペナで検証。セリーグの7球団目に運動神経悪い芸人を加入させます。まずは比較対象として普通にオーペナを1年回してみました。その結果がこちら。当たり前のようにシーズン全敗、打撃成績も投手成績もボロッボロ。個人成績でも規定打席到達者で1割に到達したのはわずか1人。投手の方は先発が崩れまくったせいで中継ぎの論文厚氏が全15イニングを投げるという大酷使。成績を振り返れば振り返るほど調子をいじるだけで勝てるのかますます不安になってきます。ということで、ここからが本題。運動神経悪い芸人の選手たちの調子をご覧のように全員絶好調にして再びオーペナを回してみます。チーム設定の画面では調子は変わってないような表示になってるんですけども、試合前のスタメン設定の時にはこのようにちゃんと全員絶好調になります。これで再びオーペナやっていきます。その結果がこちら。なんと全員絶好調にしてもまだ一勝もできませんでした。選手たちが持てるパワーを全て発揮したとしても一つも勝てないという悲しい結果になってしまいました。しかし、一試合一試合で見ていくと惜しかった試合が数試合あり、ワンチャンあるんじゃないかという希望は見えました。チーム成績でも先ほどに比べるとだいぶ上がりました。チームの総得点は先ほどと比べて約3倍、チーム防御率も2点近くの改善がありました。個人成績でもほとんどの選手が1割台後半を記録し、先ほどよりも大きく打率が上回っています。投手の方でも先発が先ほどに比べたら崩れなくなったおかげで、論文厚氏の投球回も947イニングまで減りました。まだまだ多いけどね。ということで、全敗ながらもある程度の希望の見える結果となったところで、最後の手段、運動神経悪い芸人の絶好調は変わりませんが、相手チームの調子を全員絶不調にして再度オーペナを回してみます。せっかくなので試合の方を見てみたいと思います。相手はヤクルト。調子も運動神経悪い芸人が絶好調なのに対し、ヤクルトは全員絶不調。乳酸菌飲料の球団の選手たちが全員絶不調。これはいろいろとまずい気もするが、感染していきます。先発はヒザシンことフルポン村上。ここまで4試合に登板し0勝3敗の防御率 18.9、 成績は絶不調なのですが、ヤクルト打線を抑えることができるのでしょうか。先頭は坂口、ゴッドオブ2位。その初球はキロのスローボール。その後フルカウントまで進み6球目、いきなりレフトへのツーベースを打たれます。2番は山崎。山崎はバントの構え。打球はうまく転がり、送球はやっぱり悪送球。そして打席にはバレンティン。その2球目、バックスクリーンに豪快に持っていかれ、あっという間に3点を先制されます。そしてここまであまり目立っていなかった守備陣にも、こいつ
第3球を一塁ランナー走った、投球ストライク、あまりにも弱すぎる肩。結局ロンブーアツシが酷使させられる展開に。だがもうヤクルトの勢いは止まらず、高一投球は5球目打ちました、捕球ミス、あっとこぼした、一塁送球、第2球投げた、またもホームラン。結局初回だけで14点も取られてしまいました。そして1回裏、運動神経悪い芸人の攻撃、先頭のナイツ花輪は第3球を投げました、打ちました、惜しくもサードゴロに倒れます。2番のサバンナ高橋はフルカウントから三振、そして3番フット後藤、その初球デッドボールで出塁します。そして良い子有野、ツーストライクと追い込まれた4球目、見事1、2塁間を抜けるヒット、チャンスを作ります。さあチャンスで点を取ることができるか、打席にはライス田所、ツーストライクと追い込まれた4球目、三振、運動神経悪い芸人、点を取ることができませんでした。そのまま試合は進み、イニングは7回、この回なんと運動神経悪い芸人に奇跡が起こります。先頭のライス田所がフォアボールで出塁し、6番ザブングル松尾、その3球目、第3球を投げました、打ちました、見事センター前へのヒット、ノーアウト1、2塁の大チャンスを迎えます。その後キリン川島は倒れますが、ヤクルトはここで石山にスイッチ。さあ変わり花を捉えれるか、東京03豊本、その4球目、打球はレフトへぐんぐん伸びて入った。なんと豊本、プロの投手からホームランを放つ奇跡を起こします。これで運動神経悪い芸人は3点を返します。しかし反撃もここまで、26対3の大敗となってしまいました。結果として大敗ながらもホームランを放つなど、前に比べたらだいぶ成長した運動神経悪い芸人たち、果たしてこの勢いのまま一勝することができるか、大ペナを回してみた結果まで3、2、1、ドン。なんとシーズン1勝どころか2勝を挙げることに成功、見事勝たせることに成功しました。4月30日に DeNA、 10月1日に阪神をどちらとも2対1で破り、見事2勝を挙げています。しかしチーム打率は前回に比べて落ちるという結果になってしまいました。打者成績はそんなに伸びなかったことがわかります。一方の投手成績ではチーム防御率がついに1桁に、最初に比べると約5点の改善となりました。しかし選手たちが絶不調になった影響からか、他球団も同様に投手成績が改善、チーム防御率1点台のチームが4チームを出るという極端な投高打低になってしまいました。そして個人の成績では打率は先ほどとそこまで変わらないので割愛、しかしホームランでは東京03豊本がホームランを2本放つという長距離砲っぷりを発揮。そして投手の方では笑い飯西田が規定投球回に到達、しかしながらロンブーアツシもまだまだ883イニング投げさせられているという酷使っぷり、調子をいじってもロンブーアツシが酷使させられる現実は変わらなかった。ということで結果、調子をいじったら運動神経悪い芸人でも勝てるということが分かりました。正直ね、まあ勝てないかなと思ってたので、まさか2勝もするとは思ってませんでした。まあ自分たちの絶好調だけじゃ勝てなかったんですけどね。まあでもね、とりあえず勝たせることができたので僕はもう満足です。ということで、まだパワープロでもやってほしいことがあったらどんどんねコメントとかでリクエストお願いします。募集してるんでよろしくお願いします。そしてこの動画が良ければチャンネル登録、高評価、コメントの方ぜひねよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの